移動した。また血鬼術。なんだこの女は。頭を垂れてつくばえ。ああ、平服せよ。たわけたこと抜かすんじゃねえ。女に頭なんて下げ。無惨様だ、無惨様の声。いやー、ご冗談でしょう。あの可愛い女がどへたれかす野郎なるわけねえだろうが。おちょ待ってくれ親父。どへたれかす野郎の話は後できっちり説明する。誰が喋ってよいと言った。貴様のくだらぬ意思で物を言うな。私が問いたいのは一つのみ。何故に加減の鬼はそれほどまで弱いのか。ここ100年余り、十二鬼月の上限は顔ぶれが変わらない。しかし加減はどうか。何度入れ替わった。申し訳ございません。ちょっと親父、落ち着いてくださいよ。この話の肝はそんなとこにはねえでしょうが、要はメンツの問題よ。てめえらは親父のお情けで立場を維持していられる下の奴ら。そいつが何の金も生まない仕事して勝手に死んだんだぜ。なあ、これ以上親に恥かかせるつもりか。ああ、そんなことを俺たちに言われても。そんなことを俺たちに言われても。なんだ、言ってみろ。そりゃいかにもバカが言いそうなことだなって申し上げたいだけですよ。まずい。お許しくださいませ、鬼舞辻様。どうかどうかお慈悲を。あとこの女とジジイも申しております。いえ違います、違います。私は黙れ、何も違わない。死に値する。ダメだ、おしまいだ、殺される。ジャスレイ殿に殺すのためなら何でもする。尊敬する俺の教えだからな。守ってもらわなきゃ困るぜ。カスどもよ、逃げるしか。あの野郎、まさかケツまかりやがったのか。どへたれがい。おお、結構結構。しかしあれだけ煽ってやったのに期待外れだぜ。あのガキ、敵討ちだなんだと突っかかってきてくれりゃでっけえ喧嘩ができるのによ。仕方ないが、まあいい。これで目の上のタンコブは綺麗さっぱり。そう、俺は手言わず。もはや十二鬼月は上限のみで良いと思っている。お前は解体する。ちょっと待ってよ親父。そいつは手言わずの頭として損得を考えるや、俺の側につくのが当然でしょうが。黙れ、なぜ私がお前の指図を受けねばならんのだ。はなはだずうずうし、身の程をわきまえろ。ざっけんじゃねえ。俺は手言わずのナンバー2、ジャスレイ殿に殺したぞ。俺のおかげで今までどんだけ甘い汁が吸えたと思ってんだ。具体的にどれほどの役に立った。どへたれか、調子に乗りやがって。最後に言い残すことは。ちょ、待って。お前のバカ人はよくわかった。でどうよ、ここらで手打ちといかねえか。もちろんタダでとは言わねえ。お前だってただ俺を殺したって何の得もねえだろ。ここはお互いの利益。違う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 。お前に拒否する権利はない。待て、金じゃねえなら何なんだ。詫びか。だったら指の10本も100本持って。お前だってただ俺を殺したって何の得もねえだろ。ここはお互いの利益。気に入った。私の血をふんだんに分けてやろう。おお、なかなかいい仕事をしてくれるじゃないの。ただしお前は血の量に耐えきれず死ぬかもしれん。俺は手言わずのナンバー2、ジャスレイ殿に殺したぞ。こっからだぜ、お楽しみはよ。気に入った。もっと血を分けてやる。断末魔を聞かせ楽しかった。止まるんじゃねえぞ。